神宮の内宮を流れる五十鈴川。千年の流れは今も変わりません。一昨日の台風からの雨で今日は増水していて少し濁っています。宇治橋を渡っていきます。五十鈴川を渡るといよいよここは内宮の聖域になります。内宮の庭園は今緑に包まれています。国家会が奉納した菖蒲が花を咲かせています。そういえば外宮の勾玉町の菖蒲も今はきれいに咲いているでしょう。最高のものを神宮に捧げる。みんな笑顔で喜びに満ちて奉納にやってきます。参道の喧騒を避けて庭園の細道を行くのがおすすめです。今日は真夏日なので暑いこと。こちらは緑のトンネルなので暑さはかなり和らぎます。それに遥か向こうに多くの参拝者たちが玉砂利を踏んでいく姿は、庭園の細道は別世界です。鳥居を抜けるとお札を授与するところに出ます。その横には神楽殿。古代の旋律に合わせて巫女さんたちが踊りを奉納します。礼服を着て意義を正した紳士淑女たちが祈る姿は本当に厳粛な気持ちにさせます。ここから風引き宮に向かいます。五十鈴川の支流を渡ると小さな社が見えてきます。ここは風の神様が鎮座されており、鎌倉時代にモンゴルが北九州を攻めてきた時神風が吹きました。二度にわたる元が進行してきた事件で群馬が公安の駅と言われています。その神風はここから吹き出したそうです。ここの入り口に紫式部の花が咲いていました。名前のように紫の花で、その小さなこと、紫は一番高貴な人がお召ししになる色です。ここに咲くのは本当に似つかわしいと思いました。その隣には千年以上も神宮の森を守ってきた神宮杉の巨木が凛としてそびえています。参拝者はここに手を当ててパワーを大気からもらっています。いよいよ聖宮へ。天照大神が祀られています。石段よりも上では写真撮影は禁止されています。撮影するのもここまで。聖宮では国家安泰や五穀豊穣などのお祈りをします。個人的な願いはここでは控えるようにします。それではどこで個人的な願いをするのでしょう。ここから少し行ったところにある祭り宮があります。ここは天照大神の荒ぶる魂をお祭りしています。要するに女神のご機嫌が悪い時の社です。ご機嫌の悪い時に願いなんか聞いてもらえるのか。神様はあなたの願いをすでにご存知です。そしてパワーに満ちた魂があなたの願いを奮い立たせて、あなたが一番素敵になれるように導いてくださるのです。それにしても長い行列、みんな神恩にあやかろうと静かに二礼時拍手一拝をします。急に画面は舞台になります。ここは内宮に撮影された奉納動画。さまざまな文化人が歌や踊りを奉納に来ます。今日は伊勢温度の日。なんだ東京温度じゃないか。そうです、江戸の人たちが伊勢温度を江戸で踊って、それが東京温度になりました。参拝の後はおかげ横丁で松阪牛のラーメンや赤福のかき氷で楽しみます。参詣と楽しみは表裏一体のもの。それは江戸時代から今日まで変わりがありません。一瞬白い犬が胸にしめ縄をしてお参りしていました。おかげ犬です。東北や四国から犬たちが参拝に行けない村人たちの代わりにここへ線まで来ていました。本物に出会うとはなんとラッキーなこと。
人もいる。